入れたのがですね、こちらですね、夜間。僕今回なんか取り入れてみた、理由っていうのが、普通のその効率性の良さです。ハイカータイム。はい、皆さんこんにちは、ハイカータイムの JK です。今ですね、常念岳の天童場にいまして、ちょっと雨をしのいで、いました。ちょっとね、時間があるので、ちょっと道具紹介として、最近ちょっと取り入れた道具で、使い勝手のところをちょっとお話ししたいなと思います。ハイカータイム。最近、入れたのはですね、こちらですね、夜間。トランギアの、夜間ですね。ちょっとカラーリング塗られてるやつを、購入してみました。で、これ 0.6 リットル、のサイズ感の、夜間に、なっております。で、まあ、シンプルに、まあ、夜間って、まあ、皆さん、まあ、使ってる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、僕今回なんか取り入れてみた、理由っていうのが、結構僕って基本的にやっぱドライフードがやっぱ多いんですよ。で、基本そのドライフードのことを考えたりとかすると、やっぱりよいしょ、こういう、フード庫地に、実際そのね、フードパッケージをお皿にして、あれでラーメン食べたりとかご飯食べたりとか、まあよく最近カレー飯食べたりとかするんですけど、まあそういったこうドライフード系のものを食べたりとかするんですけど、普通のクッカーとかだったりとかすると、まあ冷めるのも早かったりとかで、ちょっとやっぱ注ぎがしづらかったりとかっていうこともあったりとかして、実際その夜間ってやっぱりこう熱のその効率性の良さであったりとか、あとはそのまあ、すぐにこう注ぐことができるとか、結構やっぱこのフードコージーとのその相性っていうのって、やっぱ夜間結構いいんじゃないかなみたいなところを、今回使ってて、すごくその使い勝手の良さを感じました。で、今回これ進めてもらったのがですね、トモさんですね、ハイカータイムオンラインミーティングを一緒に、やってる、トモさんが、夜間いいよと、いうことで、やってみました。で、やっぱこうこれそのまま注ぐだけだったりとかして、で、やっぱこのフードコジーの中にそのまあ、大西のああいう、パッケージのものとかを開けて入れたりとかするときに、やっぱね、ちょっとそこまでこう間口が広くなかったりとか、したりとかして、状況的にやっぱこの注ぎがこうイージーにこうね、細口でこう入っていってくっていうのはいいかなと思いました。で、基本僕そこまでしないんですけど、まあ、山でドリップしたいっていう人に限っても結構これはいいんじゃないかなと思います。はい。で、そしてですね、ちょっと中身なんですけども、結構広くてこういう感じで、中こう取れます。なんで僕はここに、この間は、何だったっけな、ああいうやつ、何だったっけ、ごめんなさいね、今ちょっとね、大設計飲みながらやってたんでちょっとだけ酔っ払ってるんですよ。はい。で、話戻すと、そう、アルコールストーブ、アルコールストーブを、入れておりました。で、アルコールストーブと手ぬぐい一緒に入れたりとかして、まあ、燃料も入れたりとかすると割とね、この中にね結構収まったりとかするんで、まあ2泊分はちょっと厳しいかもしれないですけど、まあ、やり方によってはいけるかもしれないですけど、まあ、2泊3、1泊2日とかだったら結構全然余裕で、収まるかなと思いました。はい。ハイカータイム。夜間、今回使ってみて、割と、自分的にもいいなと、思って、いる次第です。だいたいこれで、まだ、2、3回ぐらいしか、使用してないんですけども、結構最初の方から、フィット感高いなと思ってます。はい。ハイカータイム。結構ドライフードとかをメインにしたりとか、そこまで調理しないっていう方に関してはもうこれ一択にしてしまった方が、選択肢的にも楽にできるんじゃないかなと思います。はい。そんなところで、ちょっと雨止んだかなと思うんですけども、はい、ちょっと外の景色見てみましょうか。どんなもんかな。よいしょ。まだちょっとガス吸ってますね。はい、来てますね。よいしょ。目の前に見えるのが本当はね、常念が、常念じゃない、こっちが、常念ですね。常念は見えてますね。横に、バーチーが、テント張っております。そして、目の前は本当は、槍ヶ岳とか見えてるなとですね。はい、感じで、こんな感じで、過ごしております。はい。
とも。ハイカータイム。ハイカーの皆さん、ご視聴ありがとうございました。僕はハイキングを純粋に楽しむと同時に、道具を軽量化する工夫や一つの道具で2つ以上の役割を持たせようと考えを巡らしたいと、ハイキングをウルトラライトで実践しています。そしてそのウルトラライトの思考が自身のライフスタイルをよりシンプルにしていくベースになると考えています。そんな日々からですね、生まれたアイデアや考え方などをハイカータイムを通じてアウトプットしていきますので、動画をご覧になり興味深かったと思った方は高評価のいいね、そして動画内で解決できなかったことや質問や感想など、またハイカータイムで取り上げてほしい内容などありましたら、ぜひコメントをください。そしてハイカータイムの動画をですね、すぐにお届けできるようにチャンネル登録をお願いします。いつも皆さんのサポートに感謝です。ありがとうございます。それでは良きハイキングライフをお過ごしください。それではまた。